久保さん、正解って何なんでしょうね正しい知識って何なんでしょうねまあ僕はね、ビジネスにおいて正しい知識が僕の中であるとするならば生き残ることですね。会社を潰さないってことですね。うん、まあそれが僕の中では正解、正しいこと、潰さないことであると。うん。 まあ、そ、それは、まあ、まあ、久保さんと僕で言うならば、会社を一人で経営してますから、自分が潰れたら、まあ、久保さんの場合、自分が潰れました。大和くんが飯食えません。奥さんが飯食えません。自分のが潰れるってことは、家族も潰れるってことですね。うん、だからそれは良くないですよね。それいいことなのかっていう。それは正しいことなのか。大和くんにご飯を与えないことはいいことなのか。 植え死にさせることはいいことなのかうん、正解なのかうん、正解ではないとは思うんですけど、いかがですかって話で。だから僕はまあ、潰れないことが僕は大事かなと。だから売り上げを上げるよりかはい、どうすれば生き残れるかっていう。うん、生き残る、生き残、サバイバル術みたいなね。まあそういうのが大事なんじゃないかなと思います。だからそこに対してはお金を払うべきだと。まあこれは実際の事例で、久保さんも麻雀店、 で、多分、生きていくっていうのは難しかったんで、じゃあ、生きていくためにどうすればいいかっていうことを勉強するために、まあ、塾にね、クレジットカード枠2枚でギリギリでお金払ってね、もしあの時お金払ってなかったら、今の人生ないと思うんで、だからそれは麻雀店として生き残れなかったから、新しい生き方、生き残る、新しい稼ぎ方っていうのを勉強する上でお金を払ったっていう。ここは僕は僕はありだと思うんですよね。 うん、だから生き残る、どう生き残っていくのかっていう。まあ死を選ぶんだったら別ですけどね。別に死んでも吉谷さんいいんです。今日死んでもいいですって,ってあし。あ、もうお金なくてしんどいんで今日死にますっていう選択をするんだったら、まあそれはその人なので自由ですけど。僕はすいません、それできないんで。 うん。だから生き残っていくために考えないといけないし、生き残っていくためにビジネスしないといけないし、生き残っていくためにいろんなことをこう挑戦しないといけないし、新しい、まあ時代も変わってますよね。働き方も変わってるだろうし、時代に対応していかないといけないですから、まあそこに対して勉強していく、そこに対しての知識を得るためにお金を払うっていうことは悪いことではないと思います。でも正解かどうかって言われると、別にお金を払わなくてもね、別に今は無料で勉強できる部分もありますので、 だから正解ではないと思いますけど、お金を払うことは悪い。そこを生き残るための学びにお金を払うことは悪いことではないと思います。ただ正解ではないですよね。無料で学べるわけですから。いってらっしゃい。